こうしたいね。怖いな。足をね出したいの。今日ね6月の13日なんだけど、ゆうたよさんすでに夏バテになりかけまして、さすがにエアコンつけるかって思って今エアコンを入れています。冷房？こうして足だけ出して、こんなもんにしてここ切らなくてよかったな。こうらしいです。なんか本当は切り抜きのイメージも作ってたんですけど、それを無視してさっきやってたんですけど、やっぱこっちの方が可愛いなって思ってこうしました。ここも注意こうかなチラシが引いてある。おふうふうさんからアクリリックマーカーかっこ提供いただきまして、こちらが本体なんですけど、布地のねこういうカバーがしっかりしてるがついて、なんかジャングルっぽい感じ、中がこんな感じになっております。使い方、お、日本語もある。名刺がこうついてきて、これはもう私がやったんですけど、いつものやつ可愛くしました綺麗に発色するし、黒にもすごい綺麗に発色するね。ここが多分通常の色で、ここが通常で、ここがねこの2列がメタリックカラーになってて、これがすごい分かりやすいんだけど、ほらメタリックです。キラキラしてます。で、この一番下が多分パステルカラーなのかな。この色もすごい綺麗で、全部で30色あります。で、替えの芯も5つと細い方が3つ入っておりました。私が一番好きな色はこの色。最近蛍光色が好きなので。こんな感じ。で、番号がこう書いてあります。こっち側がこういう感じ。もう全部使ったのでこう色がついてるんですけど、最初は色がついてなくて、グー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 って押して
出すやつ。こっち側まだ使ってないので、こう白いです。これ細字もあります。今日はこっちの子にそれ使っていきたいなと思ってやってみようと思います。めっちゃ良くない？これこの子のやつじゃん。SNS 映えするために恐竜時代にタイムスリップしたんだけど絶滅寸前で泣いちゃいましたっていう英語を書いていきます。